ペーテル・ビスヘルホフは、オランダ・バーヘニンゲン出身の同国代表のサッカー選手。ポジションは CB。1999から2000シーズンに、プテッセでプロキャリアを開始し、NEC 内目編への1年の期限付き移籍を経て、同クラブに完全移籍を果たす。NEC での9期の在籍で首相を務めた。 2009年1月14日、アヤックス・アムステルダムへと去ったロブ・ウィーラールとの後釜として FC2 エンテと3年半の契約を締結すると、すぐさま地位を確立し、2期目にリーグ優勝を経験。2010年夏には、シアトル・サウンダーズ FC へと去ったブレイズの区方から、首相の座を引き継ぎ、シーズン開始時に、アヤックスを1から0で破り、ヨハンクライフス・ハールの タイトルを獲得。同2010から11シーズンの冬に契約を2013年半ばまで延長し、2011年5月に KNVB カップで優勝した。2011から12シーズンはアヤックスに次ぐ2位でシーズンを終えたが、ヨハン・クライフス・ハールでは再びアヤックスを破り、優勝した。ちなみに、同大会で露骨なダイブをしており、 試合後に最悪なダイビングだったと自身で認めている。U-21 代表で13試合1得点を記録。ベルトファンマルワイク監督の下2010年10月1日に30歳で A 代表に初招集され、11月17日のトルコ代表戦で負傷したヨリスマ対戦に代わり、後半から初出場を飾った。FC とエンテロンメットピーター・ウィスガーホフ。 ピーター・ウィスガーホフ・バーレント・コントラクト、ウィスガーホフ、スレッチ・ツット、シュバル・ベワズ・バン・メイ、ウィスガーホフ・バー・アイシン・ベイ・ア・ラニア。ありがとうございます。